はい、皆さんこんにちは、くるです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということで、今回はこちらの沖縄市にけんもりのビバリウムですが、こちらのリセットをしていこうと思います。もう早い段階でね、リセットして作り直そうと思います。ではね、早速やっていきましょう。
はい、ここまでリセットできましたが、とにかく根がすごい。この通り、これがおそらく下まで行ってるんだと思います。ただ何の根かが分かんないですね。じゃあこれは、うわすごい、これが原因ですね。これ大量の根、これはすごいわ。いやうん、うわ出てきた。これこの下を水が通って外部フィルターの方まで行くんですけど、これはすごい。これですね、これが見えてました、上から。どうだ見えるか。何やら白い根のようなものがあるんですね、ここに。うわこれ何の根やろっていうくらいすごい。いやーすごいすごい、これ全部根っこですよ。それは水が通らないわけだ。はい、原因は根でした。はい、ということでリセット完了しました。詰まりの原因は胃の元層かな、おそらくですけど、それの根が原因でした。それで水が詰まってましたということです。はい、それで左側残して残した状態でまたレイアウトしていこうと思います。植物の根はねどうしようもないんで、難しいところですよね。はい、ではねまたレイアウトの動画も撮っていこうと思いますので、もしよかったらチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。ではこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。